ご無沙汰です。今日ちょっと四十四段目行くんですけど、その前にちょっとなんだっけ、メガネの専門家の方からちょっと呼ばれてるんで、ちょっと一旦そこ寄ってきます。で、今いるのが盛岡です。なんか人がたくさんいるから恥ずかしいって言っても警備員だけど、松沢いるかな。ちょっと松沢探すわ。運転してるわ。多分ちょっといつか松沢も激写したいと思います。電車乗られねえからな。ちょっと歩いてねえかな。うわ、大都会。大都会じゃん。山に帰って。ここだっけ。キさんっていらっしゃいますか。キさん。キさんは。いや、すいません。ちょっと言い間違えました。すいません。じゃないっけ。完全見せ間違えた。ちょっと向けます。メガネクラブ行ってました。ちょっとあ、で、あ、いいじゃん。3000円ぐらいなんだけど。ちょっとこれ、頼まれてたものです。ちょっと。え、これ変更とさ、何が違うの？かなり見やすいんだよ。ちょっと。あ、これいいじゃん。あ、これカメラしか映ってないよ。あ、いいじゃん。健康だとこんなが見えるでしょ。見える。で、普通の、あ、見えない。何も変哲もないサングラスだと見えない。これで俺のあの状態。あの状態。あ、見えない。いいですか。ちょっと見て。あ、これでも見える。すげえ。で、ちょっとまあ3000ぐらいでも、まあまあ、え、これかっこいいじゃん。うん、1個あるけどな。あ、いや、こっちがいいな。こっちがいい。え、これでいいですか。いい、これでこれでいいです。お願いします。あ、これも
っと入っちゃったすげえねこれ。待って、え、じゃあこれください。あるもうメガネあ、つけてつけてくる。いや、ジムに駅から歩いてきた。駅から歩いてた。いや、あのさ、メガネグラブだと思ったのね。え、で、盛岡駅とか取って行こうと思ったら、なんかお姉さん二人にヤバい裸眼が来たと爆発物みたいなの持ってるし、ちょうど今日の県立大学に爆破予告があったし怪しすぎ。はい、はい、これで行ってきます。行ってきます。マシマシマシ今車の中です。あ、あ、アビチャンさん乗ってるのかな。名前乗っていいのかね。あ、これでいいじゃんこれでサムネにしよう。じゃあまた、あ、高橋涼介って書いてくる。高橋涼介で。じゃあまた。変更グラスゲットしました。リアルダメージジンス。ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。前に焼いていただいて、we passed our coming stars. Promise all these years we've